橋本龍太郎は、日本の政治家、登山家。異下は、聖二位。君党は、大区二位。学位は、法学士。岡山県総社市名誉市民。県道連市六段。衆議院議員、厚生大臣、運輸大臣、大倉大臣、通商産業大臣、副総理、内閣総理大臣、沖縄開発庁長官、行政改革担当大臣、沖縄及び。 北方対策担当大臣、規制改革担当大臣、自由民主党幹事長、自由民主党政務調査会長、自由民主党総裁などを歴任した。初当選以来自由民主党に所属し、衆議院議員を14期にわたって務める。また、第一次太平内閣で、厚生大臣に就任し、昭和2桁生まれで、初めて入閣を果たしたのを皮切りに、運輸大臣。 大倉大臣等を歴任し、いわゆるニューリーダーの後を担う総裁候補と目されるようになった。竹下花菜奉行の一人であり、1990年代の日本の政界を代表する政治家である。ポマード頭と呼ばれた独特の髪型がトレードマーク。剣道教師六段の称号、ダニを持つ。1994年に発足した寺社さ。 連立政権の村山内閣では、通商産業大臣を務め、自由民主党総裁就任に伴って、副総理を兼務し、1996年の村山、富市首相大臣に伴い、内閣総理大臣に就任する。在任中は、住宅金融専門会社問題や、行財政改革に取り組み、外交面では、アメリカのクリントン大統領、 ロシアのエリツィン大統領と親交を深める。第18回参議院議員通常選挙での自民党惨敗を受け入跡辞任した後も、同期当選の小渕恵三首相のもとで外交特別顧問に就任し、その後も第2次森改造内閣で行政改革担当大臣や沖縄開発庁長官を、また中央省庁再編後には、 規制改革担当大臣や沖縄を及び、北方対策担当大臣を歴任。2001年自由民主党総裁選挙に再起を期して、出馬するが、小泉純一郎に敗れる。2005年に政界を引退し、地盤を、次男の橋本学に譲る。翌2006年に死去。68歳遺没。東京市渋谷区に、大倉官僚、橋本良吾。 春の長男として生まれた。母、春は、京市総監、朝鮮総督府政務総監などを歴任した、王の緑一郎の長女であったが、中次元をこじらせて、龍太郎を出産した5ヶ月後に休止した。官僚である父、良悟には、転勤が付き物だったため、武家の出である祖母のまみや子に育てられた。なお、良悟は、戦後政界に進出し、 吉田茂の側近となる。田園調布小学校に入る前、7歳の時に、ママ母、生を迎えた。麻布中学受験の際、橋本の受験番号は、1073番だったが一番違いの、1074番に、作家の安倍ジョージがいた。それが縁で仲良しになり、二人は、中学三年間を通じて、同じクラスだった。中学入学時から、 学校の勉強には全くついていけず、常に圧倒的災害だったので、政治家の息子なので誰もが裏口入学だと暗黙の了解事項として理解していた。麻布中学時代のニックネームは、サル。中学時代ほとんど0点ばかりだったにもかかわらず、麻布高校に進むと三学部に所属した。高校時代は、登山に明け暮れてそれほど勉強をしなかったため成績は、 注意くらいだったという記述もある。また、大学入学後にはもう一つの趣味であった剣道にも力を入れた。1956年、慶応義塾大学法学部政治学科に入学。橋本には、腰椎カリエスによって、足に障害を負っていた父、両後に門戸を開いてくれた、唯一の高等学校であった、慶応に対する人潮の思い入れがあり、以後並々みならぬ。 愛好心を抱き続けた。父にとっても、橋本の慶応義塾合格は大きな喜びだった。ようで、両子が慶応義塾を語るとき、その目は輝いていたという。大学時代の思い出となった講義では、中村菊夫の明治、大正の政治家の逸話を挙げている。大学でも剣道に力を入れた。とにかく前に出て攻めていたので、 特艦剣士というニックネームをつけられていた。なお目の下には、傷跡が残っていたが、大学時代軽井沢の別荘に行った時に、チンピラと殴り合って、ナイフで切られた名残であるという。大学卒業後、クレハ宝石株式会社に入社した。社会人3年目の1962年、父、両後が急死した。会社に出勤してから2時間後に、 父の訃報を聞いたという。父の意中の後継者は弟、大二郎であり、龍太郎本人も正解に進むつもりはなかった。後に、橋本は、親父は僕を政治家にするつもりはなかったし、僕も全くやる気はなかった。ワンパク坊主だったからと述べている。しかし、当時未成年であった大二郎は、非選挙権を得ておらず、橋本のまま母。 まさに出馬を求める声も上がったが、父と信仰の深かった佐藤栄作による指名を受け、龍太郎が、暴富の後継者として、選挙に出馬することになった。立候補が決まった龍太郎は、当時の西村平一厚生大臣にお願いして、父が大臣を務めた厚生省の会議をまんべんなく、見学。 実務を熟知している、ノンキャリアの課長補佐に張り付くように質問をしながら、ノートを取り続けて、猛勉強しており、その姿は、政治記者だけでなく厚生省を取材していた、社会部記者も関心していたという。1963年の総選挙で、衆議院議員に初当選。 開票結果は選挙戦前の予測を上回る74,564票で、枝三郎に次いで2位の得票数だった。この選挙で、小渕恵造も初当選を飾った。初当院の時に、ママ母、生が付き添ったことから、マスコミからは、大学入試ばかりではなく、国会議員も保護者が付き添う時代になったと揶揄され、マザコン大義士と冷やかす報道もあった。 本人は、秘書代わりに選挙で苦労した母に対する、ねぎらいの気持ちから出た行動であると説明している。議員当選後に、登園にあたる久美子と結婚。久美子はカトリックだったため、六本家のチャペルセンターで結婚式を挙げた。売借人は、佐藤栄作。佐藤家と橋本家は、軽井沢の別荘の隣同士ということで、マイカガを合わせる中であり、 父が亡くなった時、佐藤が葬儀委員長を務めた。そういった関係でもあり派閥は佐藤派に所属した。1969年の第32回衆議院議員総選挙では、選挙直前まで国会活動で多忙を極め、苦戦が予想されたが、自民党幹事長の田中角栄や佐藤派の中堅だった竹下登の手こ入れで参戦を果たした。 このことにより、佐藤派内で、田中、竹下に傾倒することになり、佐藤引退を受けての総裁選挙では、かねてより、堀井茂系であったことから、父代わりとも言うべき佐藤が、福田竹を支持するように示唆するのを誇こ田中派に参加した。1978年12月7日、第一次太平内閣で、厚生大臣に任命された。 当選5回にしての初入閣であり、親子2代の交渉として、マスコミにも取り上げられた。昭和2桁生まれの閣僚は、橋本が初めてであった。交渉在任中は、諮問訴訟の和解に尽力した。水俣病の患者らが厚生省に押しかけ、死亡者保障が、交通事故死の保障より安かったことについて抗議した、ことがあった。しかし応対した橋本は、 患者らの人命軽視だという批判に政府が人命を大事にしなかったことがあるか。取り消せ。と激怒し、取りました。厚生省幹部を黙ってろ。と怒鳴りつけた。竹下登を中心とする創生会の結成に参画し、その後の形成会においても中心人物の一人となり竹下花菜奉行の一角を占めた。 1986年7月22日、第3次、中曽根内閣では、運輸大臣に就任し、政権の主要政策である、国鉄分割民営化で拉致を振るった。大臣在任中、橋本の似顔絵が描かれた、オレンジカードを作り、希望者に、無料で配布した。イラン・イラク戦争の際、海上保安庁の巡視船を派遣する案が、 事務レベルで調整された際には、一番線には僕が乗っていくとの決意と共に承諾したが、結局、後藤田正春内閣官房長官の反対により、実現しなかった。1987年には竹下内閣で幹事長代理に就任し、病気療養中であった、幹事長の安倍晋太郎に代わって、調整役を担い、 消費税導入や昭和天皇の体操の例に対して、党側の実務を担当した。1989年、宇野内閣成立時には、幹事長代理の経験が変われ、幹事長に昇格した。宇野政権においては、リクルート事件や、消費税の影響に加えて、宇野宗介首相本人の女性スキャンダルが噴出。一方で、不人気の宇野首相に代わって、 各地を遊説したことで、橋本は国民的知名度を得るに至った。かつてない逆風にさらされた同年7月の参院選では自民党が惨敗するが、その際に、畜生、やっぱりこれだけ開いたか、とチェリーを喫煙しながら悔しがるシーンがテレビで放映され、その美目修霊ぶりと合わせて話題となった。宇野首相が辞任すると、橋本は 後継候補に浮上し本命視される。しかし、女性問題を理由に、自派閥の支持が伸び悩み、名優、安倍晋太郎への配慮から、世代交代を嫌った、竹下登橋本の都市室を嫌った、金丸晋や小沢一郎らに動きを封じられ、結局、宇のの後継には、海部都樹が就任した。当時、竹下派の最有力の後継会長候補と、 見られていた橋本と小沢は、この頃から、たびたび対立を繰り返して、一流戦争と呼ばれた。1989年8月第一次山内閣で、大倉大臣に就任し、第二次山内閣でも留任するが、1991年10月、証券不祥事などで隕石辞任した。1992年10月、竹下破壊長の金丸真が 東京佐川急便事件で議員辞職に追い込まれ後継会長の座をめぐって小沢一郎派と半小沢一郎派が対立。小沢派が押す羽田勤とむと半小沢派が押す小淵慶造との争いの末、小淵が派閥領収と決まり形成会は小淵派となった。小沢、羽田派は形成会を離脱して改革フォーラム21を立ち上げた。 形成会の副会長に就任していた橋本は、そのままおぶ派副会長としておぶと行動を共にした。この間の1991年12月に、弟の大二郎が、高知県知事選挙に立候補し、当選した。この時、橋本が所属する自民党推薦の候補と対決。龍太郎は大二郎を擁護し、自慢の弟ですと述べた。 1993年の総選挙の時には、当時の自民党政治家で高い人気を誇った、橋本、河野陽平、石原慎太郎は、三本の矢と呼ばれ全国遊勢で、奮闘した。総選挙の後には細川内閣が成立し、自民党は下野した。宮沢貴一首相の後継総裁に、後藤田正晴と並んで本命視されたが、 自民党分裂の原因である竹下派の内部分裂に責任があるとして辞退し、河野洋平総裁の下で政務調査会長に就任した。この野党時代に小沢一郎の日本改造計画に触発されて政権奪還論を表している。自民党が与党に復帰した際、自社差連立政権の村山内閣で通商産業大臣に就任した。 大臣在任中、日米自動車交渉をまとめ、交渉相手の米国からも高く評価されている。迎賓館にて、アメリカのビル・クリントン大統領と1995年9月、橋本は国民的人気を背景に自民党総裁選に出馬する。当初は、現職総裁の河野洋平と橋本の一騎打ちと、目され、早稲田大学出身の河野と、 境内出身の橋本の総敬戦、ともに昭和12年生まれで50代のニューリーダー対決などと評されたが、河野は自らが所属する宮沢派の支持を得られずに、大変厳しい多数派工作で、党内に亀裂を生じるのを恐れるとして、出馬を辞退。河野に代わって三塚派の小泉十日郎が出馬し、論客同士の爽やかな政策論争、 経験決戦と評される総裁選が展開された。数々の役職を無難にこなした下派の支持を取り付けた橋本は304票を獲得し、87票を獲得した小泉に圧勝。第17代自由民主党総裁に就任した。幹事長に宮沢派の加藤光一、総務会長に三塚派の塩川正十郎、政調会長に 旧渡辺派の山崎拓を選任した。橋本は総裁就任に伴って、村山改造内閣で副総理を兼務し引き続き、通算省を務めた。1996年1月11日に、村山富一首相の辞任に伴い、第82代内閣総理大臣に指名され、自社差連立による第一次橋本内閣が発足した。 内閣官房長官には、橋本らと共に竹下花菜奉行と呼ばれた実力者で、ある、梶山清六が選任された。その後の施政方針演説では改革の必要性を主張し、強靭な日本経済の再建、長寿社会の建設、自立的外交、行財政改革の4つを最重要課題として挙げた。就任当初は、村山政権下で決定された。 住宅金融専門公社の不良債権に対する6,800億円を超える財政支出問題で新進党がピケと呼ばれる座り込み運動を展開するなど激しく抵抗しメディアも否定的な論調を展開したことから政権への批判が強まったただし海外市場では交換する動きが見られた同年2月23日に アメリカのクリントン大統領との首脳会談で、橋本は普天間飛行場の返還を要求し、4月12日に日米両政府が全面返還に合意した。普天間の代替基地についても安全保障政策、環境政策が絡む中で、アメリカや沖縄の基地自治体関係者と対談を行い、翌1997年12月24日には、 ヒカ哲也名護市長によるヘリポート受け入れ表明を取り付け、普天間基地変換に本格的道筋をつけた。この結果、重戦問題で提言していた支持率は60%に上昇した。自身の59歳の誕生日である1996年7月29日に安国神社を参拝。 現職の内閣総理大臣の参拝は、中曽根康弘が1985年の終戦記念日に初の公式参拝をして以来であった。同年の臨時国会冒頭の9月27日、衆議院を解散。小選挙区比例代表並立制の下で、初の衆議院総選挙が行われ、自民党は28議席増の239議席と復調した。 選挙中は橋本に選挙応援の依頼が殺到し、全国で橋流人気と言われる国民的人気を見せつけている。総理大臣官邸にて、アメリカのウィリアム公園国防長官と1996年11月7日に、社民党、新党先駆けが、格外協力に転じて、3年ぶりの自民党、単独内閣となった第二次橋本内閣が発足。橋本は、 行政改革、財政構造改革、経済構造改革、金融システム改革、社会保障構造改革、教育改革の6大改革を提唱した。特に行政改革にかける橋本意気込みは、カダルマになってもやりきると述べるほどであり、カダルマ業格とマスメディアに報道された。橋本は首相直属の行政改革会議を設置し、 自らその議長となった。メンバーには、武藤義文総務長長官、中央省庁改革党担当大臣、水野清志総理補佐官のほか経団連会長の豊田昭一郎、連合会長の足田慎之介、東京大学名誉教授の有馬昭と、上智大学教授の井ノ口国子ら、在会、学会などから有識者を迎え、官僚や官僚出身者を排除する体制とした。 同年12月17日に、ペルーのリマにある、日本大使公邸を、トゥパクアマル革命運動が占拠し、多数が人質となる在ペルー日本大使、公邸占拠事件が発生した。直ちに、池田幸彦外相と、医療チームを現地に派遣した。池田外相の帰国を受け、24日に、ペルーの藤森大統領と会談、ペルー政府を支援する方針を表明した。 藤森が武力突入を示唆し始めると29日に藤森に新書を送って平和解決を要請。さらに1997年1月31日、橋本はカナダのトロントで藤森と会談し平和解決に努力することで一致した。同年4月22日、ペルーの特殊部隊が皇帝に突入。人質となっていた日本人に 犠牲者を出すことなく解決した。橋本は後に、人質事件で死亡した、ペルー人犠牲者の家族を日本に招待した。事件の際、外務省の対策本部に、木村屋総本店のアンパンを大量に差し入れ、アンパン総理といった声も聞かれた。1997年の通常国会で最大の、焦点であった、沖縄のアメリカ軍軍用地収容への、 自治体介入を防ぐ中流軍用地特措法問題で同年4月、新進党党首の小沢一郎と党首会談を行った。橋本と小沢は特措法を成立させることで合意し、同法は新進党の協力を得て成立した。新進党との協力が成功したことで自民党と新進党による頬連立が浮上。自民党内は 加藤や野中広村の自社左派と梶山や亀井静からの頬派に二分された。橋本は自社左派と評されるようになる。同年6月23日にコロンビア大学での講演において聴衆から日本がアメリカ国債を蓄積し続けることが長期的な利益に関して質問が出た際、橋本は 大量のアメリカ国債を売却しようとする誘惑に駆られたことは幾度かあります。と返した。そしてアメリカ経済が与える世界経済への影響などを理由に挙げた上でアメリカ国債を売却し外貨準備を金に変えようとしたい誘惑に屈服することはないと続けた。しかし大量のアメリカ国債を保有する日本の首相がアメリカ国債を 売却への言及をしたことが大きく注目され、ニューヨーク証券取引所の株価が一時下落した。同年9月に、闘争裁に再選され、内閣改造を行い、第二次、橋本改造内閣が発足。梶山に代わって、村岡健三を官房長官に指名したほか、ロッキード事件で有罪が確定している、佐藤隆之を、 中央省庁改革等の担当である総務庁長,長官に起用した。これに非難が集中、佐藤は11日で辞任した。佐藤は歴代内閣に入閣を拒まれ、橋本も入閣させない意向だったが、中曽根康弘らの強硬な推薦に行しきれず、起用するに至ったという。この一件で、支持率は30%台に急落。 橋本の責任を問う声が上がった。同年11月のロシアのエリツィン大統領との首脳会談では2000年までに平和条約を締結することや両国の経済協力を促進することで合意した。同年11月には財政構造改革法を成立させて2003年までの赤字国債発行を毎年度削減する等の財政再建路線をとり、 緊縮型の予算を組んだ。しかし、景気減速が顕著となり北海道拓殖銀行や山市証券などの破綻が起こると、党内やアメリカ政府から景気対策を求める声が上がるようになった。また、山市証券の破綻で、橋本の金融システム改革に伴う金融ビッグバニエの批判が相次いだ。これを受け同年12月、2兆円の特別減税を 表明した。同年12月24日から、リュウチャンプリクラこと橋本首相と一緒に写真が撮れる、プリントクラブが、党本部1階ロビーに設置された。1998年4月に4兆円減税と、財政構造改革法の改正を表明し、財政再建路線を転換した。また同年、金融監督庁を設置。大倉首相から、金融業務を分離し、 金融不安に対処する体制を整えた。同年5月、離島議員の復党などにより自民党が衆議院で半数を超えたことを受け、社民党、先駆けとの連立政権を完全に解消。同年7月の参院選では、景気低迷や失業率の悪化、橋本や閣僚の高級減税に関する発言の迷走などで、 当初は70議席を獲得すると予想されていた自民党は44議席と惨敗。すべてひっくるめて私の責任だ。力不足。それ以上言うことはないと橋本は述べた後、橋本内閣は総辞職した。1997年には日本の総理大臣として初めて北朝鮮の拉致事件について国会答弁で触れている。 1997年4月1日に村山内閣で内定していた消費税等の税率引上げと地方消費税の導入を橋本内閣が実施。産経新聞の田村秀夫編集委員は記事カンノミクスの勘違いの中で橋本が消費増税を実行したせいで増税実施の翌年から日本は長期デフレーションに突入したと表している。 田村編集委員は、消費増税を実施した1997年度においては、消費税収が約4兆円増えたが、2年後の1999年度には、1997年度比で、所得税収と法人税収の合計額が6兆5000億もの税収減にとなったと指摘し、消費増税の効果が、たちまち吹っ飛んで、現在に至ると表している。さらに、 橋本元首相は財務省官僚の言いなりになったことを亡くなる間際まで悔いていたと聞くと述べている。2001年自由民主党総裁選挙に出馬した際も橋本が自身の公式ホームページにて財政再建を急ぐあまり経済の実態を十分に把握しないまま消費税増税に踏み切り結果として不況に陥らせたことを謝罪している。 橋本は生前、私は、平成9年から10年にかけて、緊縮財政をやり、国民に迷惑をかけた。私の友人も自殺した。本当に国民に申し訳なかった。これを深くお詫びしたい、財政再建のタイミングを早まって、経済低迷をもたらしたとの自責の念を示している。所得税収、法人税収は、それぞれ1998年度、 1999年度と減少し続けているが、法人税は両年にわたって、所得税は1999年度に減税が実行されている。他の先進国の基準に合わせる方向で、所得税は高所得者の負担が軽減、法人税は税率が引き下げられているため、減税による税収減も含まれている。その額は、所得税、 住民税の定率減税と最高税率の引き下げ、法人税、法人事業税の税率引き下げなど、この3つの合計は6兆5000億となり、上の指摘の額と同じになる。つまり、税収の減収額は減税の額と同じになり、消費税導入の効果は中立的であったことになる。1997年の消費税増税。 健康保険の自己負担率引上げ、特別減税廃止など、総額約10兆円の緊縮財政の影響や、金融不況の影響もあり、1998年度には、名目 GDP は、前年度比マイナス2%の503兆円まで、約10兆円縮小し、GDP デフレーターは、マイナス0.5%に落ち込んで、深刻な就職氷河期、 デフレーション経済が蔓延する結果になった。2002年10月16日、ペンタゴンにて、アメリカ合衆国国防副長官、ポール・オルフォイッツと、首相退任後の1998年8月、橋本は、小渕恵三首相から、首相外交最高顧問を任じられ受けている。この首相外交最高顧問は、内閣官房長官が、 任務を解くと談話を出すまで続けられることとなっており、議員引退後もこの肩書は残っていた。小渕、森、小泉と三代にわたって務め上げた。同年十二月、育ての母である正氏が死去。葬儀では模主を務める。1999年9月、橋本は小渕首相から厚生大臣への就任を打診された。 2000年4月に介護保険制度導入を控えており、実力者でなければ、職務に耐えられないと判断した小渕は、厚生族の橋本に、白羽の矢を立てたものだが、橋本は、参院戦残廃の責任は私にあるから、入閣は無理として孤児。自分に代わって、同じく厚生族の庭祐也を推薦し、庭が、厚生大臣に就任する。2000年7月、 旧小渕派会長の渡抜民助が衆議院議長に就任したことに伴って会長に就任したが、これは周囲が橋本を積極的に押したわけではなく、他に的確な人材がいなかったためである。実験は野中広文や青木幹夫が握っており、橋本は会長とは、 名前ばかりの、雇われマダムと揶揄するマスコミもあった。橋本自身、会長職を望んでいたわけではなかったが、放っておくこともできず、仕方なく引き受けたという。同年11月、加藤の乱の際に、かつてヨーロッパで行われた儀式を引き合いに出し、猫を、鉄板の上で踊らせるようにしていたブレと発言し、物議を醸す。同年12月、不人気に苦しんでいた。 森吉郎首相に壊れ、沖縄開発庁長官に就任し、また、新設された、行政改革担当大臣も兼務した。自身が進めた、省庁再編を担当し、翌2001年、省庁再編で生まれた、沖縄及び、北方対策担当大臣に就任する。その仕事ぶりは、政官ともに評価が高く、ポスト森に浮上した。 2001年4月の総裁選では、同派幹部の高取治や村岡健三らの勧めも、有花や公明党に大望論のあった、野中博文を抑えて出馬。橋本擁立にあたっては、花井若手から異論が出たが、当初は、橋本の勝利が予想された。結局、小泉フィーバーと呼ばれる絶大な人気を誇った、小泉純一郎に敗北。 小泉が298票を獲得したのに対し、橋本は155票で辞典に終わった。なお小泉からも入閣を要請されたが、橋本は誤示している。2003年9月の総裁選では橋本派から、熊代昭彦、笹川隆藤井隆夫の3人が、総裁選出馬を表明。橋本は三人と面談し、藤井の擁立を決定するが、藤井は、 小泉純一郎、亀井静香の後人を排して落選した。この総裁選の過程で、村岡健三や日様明夫らベテラン議員、さらに、青木美幹夫、片山虎之助らの参議院側、自身が自民党総裁、内閣総理大臣として、人頭指揮を取った1996年衆院選、当選組の桜田義隆、下地幹夫、新藤義隆、 大村秀明などの橋本派若手議員が小泉支持に回るなど、派内の分裂が決定的となり、橋本派は弱体化した。2004年7月、西レニア未献金事件が発覚した。内容としては、橋本と青木幹夫野中博が、日本司会士連盟会長、理事と両亭で会食し、 その際に1億円の小切手を受け取り、旧橋本派の公認会計士が監禁を行って、旧橋本派の派閥金庫にしまわれ、この献金について、旧橋本派や平成研究会が、収支報告書に記載しなかったというものであった。東京地検が、政治資金規正法違反で、旧橋本派の公認会計士、日志連会長と理事を逮捕した。 この事件により平成研究会の会長を辞任し、同派から離脱。次期総選挙での小選挙区岡山4区からの出馬を辞退する意向を示した。橋本と同席していた青木の中も東京地検が捜査していたが、同年9月に不起訴となった。後に検察審査会で、同事件での不起訴は不当であるとする議決を行った。村岡健三が、 収支報告書への不記載を主謀したとして在宅起訴された。橋本は会食で1億円の小切手をもらった記憶はないなどと発言し、日誌連の不正献金疑惑が大きく報道に取り上げられ、当時の自民党随一の政界影響力を誇り、最大派閥であった橋本派の各種団体との癒着や政治と金の問題が浮き彫りになった。その後、 比例区からの出馬が模索されたもののとはこれを認めず、体調不良も重なって、正解引退を余儀なくされた。2006年7月1日、東京都新宿区の国立国際医療センターで、長官拒絶を原因とする排血症性ショックによる多臓器不全のため死去した。68歳遺没。7月3日には、葬儀、告別式が、 東京高輪の高野さん東京別院で営まれた。また8月8日には、小泉総理大臣を、葬儀委員長として、内閣、自由民主党合同葬が、日本武道館で行われ、自衛隊による、議場、と列及び長報が捧げられた。追悼の辞は小泉葬儀委員長が述べた。開名は高血院殿、春武龍銀大古事。墓は、 岡山県総社市の報復時にある。なお、死因である、長官拒欠は、原因がよくわからないこともあり、橋本の死後、病院側の意向により、遺体は、病理解剖に付された。1997年4月9日、総理大臣官邸にて、アメリカ合衆国国防長官、ウィリアム公園と、身長165センチメートル、体重66キログラム、ザウの名は、 誠と、初心はするべからず。趣味は、剣道、登山、写真、読書、プラモデル制作など多彩。特に剣道は、正解切っての腕前であった。全日本剣道連盟顧問、全日本剣道道場連盟会長、日本美術刀剣保存協会会長を務めた。また山中虎文ともに名誉心理インストラクターの、称号を持つ。一般には制髪剤は、 ポマードべったりと受け取られているが、実際には、水星のヘアクリームを使っていたと本人が語っている。学生時代から通していたという。ある時、鈴木宗男が橋本に隠れて、あのポマード野郎と悪口を話していたところ、偶然後ろに、橋本がいたため鈴木は、顔面蒼白になったが、当の本人は、鈴木君これはムースだよと言って快活に笑ったという。 橋本の人柄を表す逸話として、鈴木本人がよく語っている。橋本が身なりに気を使ったのは、父、両後の最後の言葉が、橋本のネクタイの曲がりを今めるものであったからだと言われる。橋本は1990年にベストドレッサー賞を、政治、経済部門で受賞している。高校生時代からの喫煙者で、俺は、意志が強いから、 他人から何と言われようとタバコはやめない。小平が晩年まで頭が冴えていたのはヘビースモーカーだったからだと断言し心臓発作を起こすまでチェリーを愛飲していた。親友の安倍常時にピースを勧められてもカくクにチェリーを吸い続けていたという。制服を好み学生時代は常に爪入り学生服か剣道着で生活していたという。また、 日本国有鉄道の民営化の際に運輸大臣を務めていたので国鉄の制服を着て式典に臨みその時に着用した制服は後々も大事に保管されていた橋本は内閣総理大臣在任中も高知県知事になって東京から離れた原違いの異母邸、大二郎に代わってしばしば公務の合間に入院中だった義母を見舞った弟の大二郎が NHK 記者だった頃、恋人と結婚したいという相談を兄の龍太郎にした。もろもろの事情から龍太郎は、母が反対するので結婚しない方が良い、と助言した。だが、大二郎が二の句を継がせずに結婚したい意思を伝えると、龍太郎は、よし分かった、俺に任せてくれと言ってその場を引き取り、時間を要して、母を説得して、大二郎の結婚の承諾を得たという。 その説得の過程では、龍太郎の苦労と母の涙があったという。1994年の週刊、文春の阿川沢子との対談で、正解の杉龍太郎と呼ばれていますねと問われ、光栄ですと笑い、ご婦人層の人気の秘密はと聞かれ、まだ、大人になりきってないからじゃないんですかと答えている。見識はあるが、人望はないが、 橋本に対する党内での一般的な評価であった。正解随一の政策中として知られ、いささかのやゆを込めて、課長補佐などと言われるほど、各政策部門の細かな部分まで精通していたが、何かわからないことを聞いたりすると、おや、そんなこともおわかりにならないあなたが知らないことを、どうして私が知っていると思うのですなどと必ず嫌味な返答をしたとされる。 花町で最も嫌われている政治家という不名誉な噂もあった。また、派閥と子分の面倒を見たことがほとんどなく、前述の自民党総裁選で、橋本擁立に奔走した小渕派の幹部からも、橋本さんは、水耕栽培だからと揶揄された。橋本の兄貴分である、竹下のは、怒る、威張る、すねるが橋本になければ、とっくの昔にあいつは、 総理になっていたと評した。田中角栄は、橋竜は、困っちゃくれた、風切り小僧だ。備前おさ船の出身。切れそうだけど、あの手は人様に好かれない。親父の両子は、切れ味抜群だったが、仲間がいなかったと評した。梶山清六は、橋竜というのは、遠くで見ている、富士山と評したことがある。 つまり近くによって接していくと理論に走りすぎたり、白黒をはっきりさせないと、気の済まない性格で欠点ばかりが目立つというのである。小沢一郎は、龍ちゃんは一人で遊ぶ。だから、友達ができないと述べている。政治評論家の浅川博多田は、橋本が初当選の頃の後藤田正春を、後藤田君と呼んでいたという逸話を紹介している。後藤田は、 当選回数では橋本より下だが、23歳、年長で警察庁長官、内閣官房副長官を経験していた。橋本の総理大臣時代に、幹事長代理として仕えた、野中博布は、橋本さんは、当選1回、2回の議員との接触がほとんどなかった。若手議員の面倒を見てやれず、総裁選敗北になったのではないかと、著書で語っている。 田中派、竹下派と、最強派閥に属していた割には、罰つとむに関心を示さなかった背景に、自分は、本来、佐藤栄作の弟子であり、田中角栄は、師匠というより組織の中における上司、竹下登は、同じ佐藤の弟子の中における、兄気分であって、副心ではあるが古文ではない、という意識だったのではと分析がある。 正解で、唯一の友人と言えるのは、同期当選で、同学年の小渕慶造であり、お互い、龍ちゃん、めぐみちゃんと呼び合う中で、当選以来お互い騙し騙されたことのない仲だったと、語っている。また、橋本を取り巻く数少ない側近には、斉藤十郎、三藤明子、藤井隆夫、熊城明彦らがいた。河合克行は橋本氏と仰いでおり、橋本は、 かわいと、かわいあんさとの結婚式の名コーどを務めた。マスコミからは、芝居上手とも言われていた。芝居がかった喋り方などの特徴から、橋龍さんは、非常に芝居が上手いと、とも言われていた。首相時代に、自民党の CM にも出演していた際にもその様子が、うかがえる。一方で、久美子夫人はインタビューで、 実は割と涙もろい人なんですと橋本を表していて、実際に橋本の人情家としての側面を示す以下のようなエピソードがある。官邸では執務室の扉を閉めることを嫌って、頻繁に秘書室に顔を出し、同僚議員の母親の葬儀には、直筆の長寿を送るのが常であった。また達成康宏は、水俣病問題への対応の末に実施した。 山内法徳の遺族に心のこもった手紙を当てたエピソードなどを紹介しつつ、橋本には使用説明書が必要だと常々思っていると表している。この手紙の内容を知った佐高真は橋本に対する見方が変わったという。田中修正は橋本内閣の経済企画長長官時代に普天間基地返還問題に関して橋本が 戦中も戦後も我々のために大きな苦難を担ってくれた沖縄の人たちにできる限りのことをするのは当然だ。と発言したことに身震いするような感動を受け、それまでキザなイメージが強かった橋本への人物感を改め尊敬するようになったという。名護市市長のヒカ哲也が辺野古移設受け入れ表明とバーターで辞任した時には、 申し訳ないと執務室で涙を流した。橋本が沖縄問題に精力的に取り組んだ背景には沖縄戦で戦死したいとこの存在があるとされる。橋本は95年の総裁選で総裁に選出された際、うっすら涙を浮かべていた。通称産業大臣に就任した塚原俊平は橋本に会の報告に行った際の様子について、 ただ、ありがとうと言って、僕も疲れたよと、そんな感じでした。でもその後聞いたら、我々が帰った後で涙を流して喜んだということでした。おかしな人ですね。それなら、私たちの目の前で喜べばいいのに。それが彼のシャイなところというか、パフォーマンスが下手な人ですね。と述べている。最後に総裁選に出馬した頃は、テレビ座談会で、 司会の久米博氏に、睨まないでくださいよと言われて、睨んでないですよ。優しい眼差しを投げかけているんじゃないですかと切り返す、余裕も備わっていた。当選前の猛勉強ぶりとその後の行動を見ていた、タワラ太郎は、橋本のこれらの性格に関して、父の両後が、障害者だったことから、健常者に負けないという障害者を抱えた。 家族特有の気負いが強かったことが生意気と言われながらもシャイで涙もろい要因だったのではと著書で分析している。日本産学会の会員でもあり、日本産学ガイド協会の会長を長きにわたり、務めた。1973年、第2次 r c c のエベレスト南北の遠征隊の総隊長を務めた。この他にも、多くの海外遠征登山隊の総隊長に、 就任したり、あるいは葬式を担当した。生前、70歳になったら、もう一度エベレストに登りたい。君たちも夢を大事にして追いかけてほしいと少年たちに語っていた。登山家の野口健とも親しかった。2000年に、エベレストの清掃登山を行っていた、野口健は、12年前に、同じく登頂を果たした、橋本総隊長の JPN テレビ登山隊が 置いていった酸素ボンベを発見し、帰国後橋本の議員会館事務所を訪れて、酸素ボンベを届けた。当初、橋本隆太郎は野口を失礼な人間だと感じたが、これがきっかけで二人は親しくなり、野口は橋本を父親のように慕っていたという。2006年正月に、野口は橋本から、自分はもう登山は無理だから、これを持っていけ。と、 橋本愛用のピッケルを渡されたという。山をこよなく愛したことから、青山墓地にある一家の墓とは別に、エベレストを望むネパールのタンポチェ村に、慰霊碑がある。野口は、ヒマラヤ登山の土に訪れている。慰霊碑は2007年に完成し、同年3月30日に、日本からの関係者も出席して式典が営まれた。橋本との縁で、 橋本没後、野口事務所には、橋本龍太郎の当時公設秘書だった藤村健が、環境アドバイザーマネージャーとして入所している。内閣総理大臣在任中の1997年に、発生したペルー・早稲田大学探検部員、殺害事件の方に接して、1997年12月28日に、記者団の前で、ペルーは、 MRTA だけでなく、他にもテロ組織があって、当然、政府軍との間でピリピリしている。十分事前に準備して、最小限にとどめる必要がある。十分事前に準備をできていたのか、冒険好きの僕から見ると疑問に思うと述べた。ただし、実際に殺害したのは、ペルーの正規軍兵士で、金銭目当ての犯行だった。 橋本の発言に対し、早稲田大学探検部 OB の船戸与一が厳しく反論し、探検部 OB 会有史47人の連盟で、内閣総理大臣、橋本龍太郎に対する球団文を1998年1月26日発売の週刊ポスト183ページに意見広告として掲載した。女性関係を指摘されることが多く、 そのために首相になり、損ねたことがあったらしい。宇のの退陣後に就任した海府が、回顧録で、金丸信から、首相就任を持ちかけられた際、橋本は、これがあるからダメだと言われたために、その後橋本に直接正したところ、残念ながら、俺にはあるんだと答えたと回想している。もっとも、久美子夫人の立ち振る舞いもあってか、政治的スキャンダルに発展することはなかった。 1990年に銀座ホステスとの関係が週刊誌で橋本隆太郎の人よ妻として取り上げられ総理在任中の1996年に当人が暴露本を出版しマスコミを賑わせた諸君1998年6月号で加藤明は橋本が総理在任中に中華人民共和国の女性官僚と関係があったと報じた これについて、橋本側は、女性は中国大使館に勤務する通訳であり、職務上設点があっただけと釈明したが、女性は、北京市公安局の情報工作員であったと言われる。なお、橋本は、日中友好団体の日本国際貿易促進協会会長を務めており、中国への ODA 事業などを積極的に進めていた。 文芸春秋2008年9月特別号で、前原万里に、橋本から関係を迫られたと聞いたとする、佐藤優の記事が掲載された。前原は橋本が、総理在任中のモスクワ外遊事に通訳を、務めていた。佐藤は後に、辞書、インテリジェンス人間論においても、同様の記述をしている。両者とも個人のため、コメントは得られていない。死後、 生児くらい大君域気っ大受賞を追蔵。橋本家の人々、昭和16撮影左から、弟、大二郎、父、両子、母、ただし、竜太郎、慶応大学入学時に家族と記念撮影左から、橋本明、橋本健造、母、千代に抱かれる、橋本博士、橋本実る広瀬隆史によれば、彼の先代の人脈は、 一見してわかるように、陸軍中将が三人と、海軍少佐、朝鮮総督不正無双官らに囲まれた、軍人一家であった。妻、中村久美子も、万鉄総裁、中村祐二郎の彦にあたる。という、ありがとうございます。